白骨温泉は、長野県松本市安住にある温泉である、中部山岳国立公園区域内にあり、国民保養温泉地にも指定されている、胃腸病、神経症、婦人病、慢性疲労などに効能があり、その昔、白骨の湯に3日入ると3年は風邪をひかないと言われた、乳白色の湯として知られているが、湯出時には無色透明であり、 時間の経過によって白濁する。白濁の要因は、温泉水中に含まれている硫化水素から硫黄粒子が積出することと、重炭酸カルシウムが分解し、炭酸カルシウムに変化することである。浴槽の縁などに白い炭酸カルシウムの固形物が付着している、上高地の陸倉林道より見下ろす、温泉街旅館、泡の湯飛田山脈の乗陸倉近くには、 上高地や乗倉高原がある、県道白骨温泉線の終点付近にある、観光案内所周辺が温泉地の中心部であり、このエリアに共同の天風呂と数軒の旅館、ホテル及び食事所、土産物屋がある、ひっそりとした佇まいであり、温泉街と呼ぶほどの賑わいはない。その他、1キロメートルほど南に下だった、上高地乗倉スーパー林道 B 線の起点付近にも、 数県の旅館がある温泉地の白骨温泉の冬球と球場石灰石は1922年に国の天然記念物、1952年には国の特別天然記念物に指定されている。鎌倉時代にはすでに湧き出していたと伝えられる温泉宿としては、元六年間に品野の人斎藤孫左衛門により開かれた。白骨温泉はかつて 白船とも呼ばれていた、中里海山の小説、大菩薩峠の中で、白骨と呼ばれてから、現在の故障が定着した、他の文人ともゆかりがあり、和歌山牧水はこの温泉を好んで訪れた、1974年3月30日、国民保養温泉地に指定、2004年7月、週刊誌、週刊ポストの報道で、日帰り浴場の、露天風呂をはじめ、 一部の旅館やホテルで入浴剤を混ぜて白濁を偽装工作をしていることが発覚した。その中には当時の安住村村長が経営していた旅館も含まれていたことから村長は責任を取って辞職した。この騒動をきっかけに日本中で温泉の利用表示などについての問題が発覚し一連の温泉偽装問題として大きくニュースで報道された。 入浴剤混入の動機は、1996年頃より、十数箇所ある源泉の一部において、白落が薄くなったためである。騒動以降、日帰り浴場の露天風呂は閉鎖されていたが、2005年4月28日に営業を再開した。一連の温泉偽装問題への対応として、長野県では、温泉の信頼回復を図るために、安心、安全、正直な、 新州の温泉表示認証制度を2004年11月に創設した AB 白骨温泉の紛冬休と球場石灰石松本市教育委員会2018年3月7日閲覧白骨温泉の特性白骨温泉観光案内所2018年3月10日閲覧 AB 島田宿の白骨温泉若女神が語る事件の真相 IT メディアビジネスオンライン2018年3月7日閲覧赤羽二郎名東百選温泉療法委が進める温泉発骨温泉 NPO 法人健康と温泉フォーラム2018年3月10日閲覧ありがとうございます